こんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回は最新の柳田選手と千賀選手を使ってみた回ですね。シンプルに使用動画もお見せはするんですけれども、過去バージョンとの比較っていうところで柳田選手の守備の動きであったりとか、千賀投手の変化球の変化量、打者目線でのご紹介とかね、比較動画出していきますので、よかったらこれから獲得しようかっていうところの参考にしてみてください。アニバ版と通常版で、違いとかもありますね。そのあたりも含めてね、選択契約書が来たらそっちで取るのかアニバで取るのかっていうところでも参考にしてみてください。ではやっていきましょう。では柳田選手の能力からね、まず見ていきましょう。特に継承するかっていうところで迷っている方が多いのかなと思います。去年で言うと、僕がねこのバージョン持ってたんですけど、ここから継承しております。このバージョンはねステータスがまず高いっていうところもありますが、最新だと、80、81ってところで能力が少し低めとはなっております。さらに過去バージョン適正 B 可能なものがあったんですけれども、現状だと守備適正が特殊をしても69が最大のセンター適正というところで、やっぱね、見栄えが一番大きいのかな、B か C かっていうところで、これがね嫌だっていう方も多いのかなという印象です。通説だと B 適性あれば後方打球のジャンピングキャッチするんじゃないかとかもあるんですけれども、ちょっと証拠の動画もらってないんですが、ちらほらと C 適性選手でもジャンピングがありましたよっていう報告もねいただいたりしてますので、これはちょっと本当かわかんないんですけども、ものすごい差があるのかって言われたらそんなにないのかなって個人的には思っております。特能とかも変更ないですし、個人的には最新ゲットしたんだったらこの辺のシリーズとかだった継承でもいいのかなとは思ってます。僕は別に適正 BC は気にせず、単純に数値が 2,3 違うぐらいっていう感覚で受け取っております。ただし、このシリーズかな、適正75あるものですね。去年のシリーズ1、これで言うとさすがにこんだけ高いと守備範囲差は出ると思いますので、このシリーズ持ってるんだったら今後もスピ解放っていう手もありなのかなとは思っております。今後ね能力アップするか来シーズンちょっとまだ分かりませんけれども、打撃はともかく守備適正に関しては上がるのは正直可能性は最近ライトも多いですし低いのかなと思ってますので、ここは非常に大事にすべきなのかなと思っております。TS 能力もねどうなるか分かりませんので、このあたり持ってる方はぜひともね今後もスピ解放してもらうのがいいのかなと思っております。ステータスも結構高いっていうのは魅力的かなと思ってますね。ただね、やっぱり数値だけじゃなくて実際に動きを見たいっていうところで、なんとか比較できないかっていうところでちょっとノックしてみました。これ過去バージョン、去年のアニバの千賀選手を守らせて、打ってるだけですね。模擬戦で通常オーダーが相手出てくる設定なので、それでちょっと設定してその守ってるところに打ったってやつですね。普通に打たれてね、取らせたものもあるんで、こんな感じなのが去年のアニバの適正71の B の千賀選手の守備範囲って感じになってます。で続いて、最新バージョンですね、そちらをちょっと継承してから撮影したのがこちらになっております。これね、動き出し遅ないっていうのはちょっと気になるの1個あったんですけどね、模擬戦がちゃんと何戦と同じ仕様になってるかっていうのは明らかではないんですけど、これだけ若干気になった打球はあったなっていう感じではあるんで、やっぱ適正は動き出しとかが影響が大きいとは思ってるので、ほんのりやっぱね違いはあるっちゃあるのかなというふうには少し感じましたね。でだんだんちょっとセンター打ちがこれによって上手くなりましたね。プロスピコロシアムとかでもしかしたら生きるかも、ってところで、こんな感じっすね。これ見ても正直どうちゃうんやっていうのはね思うかもしれないです。これとかね、どうだろう、めっちゃ守備範囲広い人だったら取ってるかもしれないって打球ですかね。それでは実際にランク戦で使ってみたものをね、各打席、打った打球だけ、テンポよく見せていきます。こんな感じでやっぱ打ちやすかったですね。でこれは藤井選手ね、アップデゴっていうところで球数見ていきましょう。しっかり回転してる方がフォースラですね、大きく落ちる方というところで、今みたいにあまり回転しなくて、動きになんかフォワフォワした感じというのかな、元気がないと言いますか、そういう回転してる場合は落ちない方っていう感じでしたね。でこれもしっかりと、捉えることができました。藤井選手はちょっと大会だったら内訳が難しいですけど、ランク戦だとなんとか、そんな大量点取れなくても2点ぐらい取れそうかなっていう印象ではありましたかね。で他の打席も打てたと。で称号なんですけど A ランクもう1枚あったのでもう1回挑戦しました。リアタイ的にはステータス上げたかったし、あれですね、ミート型にしたかったですね。パワー型よりミート型の方が不足しがちなんで、最悪ミート型であってくれっていう願いも込めてやってみましたと。そしたら結構理想的でしたね。やっぱ同値が1番でしたけども、それ以外だったら一番嬉しい称号がね来てくれました。ミートプラス3パワープラス1の83-82 のミパのステータスにすることができましたので、称号後、またバッティングしていきます。
はい、次千賀投手ですね。これはカーソルの動かし方が下手くそすぎると。はい、超アチェスト広角発動。ちょっと、ね、打順もね、あのなんかポンポン出したかったのに2番あたりで使ってたんですけど、チャンスか考えたらやっぱり 3,4 番で使うべきだったなぁとちょっと後悔してますね。本来はもうちょっとステータスが上がるところは見込めますので、打順はしっかり 3,4 番ぐらいがおすすめなのかなと思っております。ただやっぱもう打ちやすかったっすね。はい、これもなんかね、ちゃんと捉えたらもう全部ホームラン当たり前か、うん、なってましたね。でちょっと打ち損じても結構外野の頭を超えることもね、逆方向でも全然あったので、やっぱ打ちやすかったっすね。うん、とりあえず持ってない方は最新欲しいっすね。うん、必須バッターだと、現役だとやっぱトップクラスに欲しい選手だなと感じました。でこれもね、別にあのいちいちなんだろうな、30打席取ってる中でいいやつを厳選したとかじゃなくて、あの13打席ね、そのまんまね使ってるんで、いかに打ってるかが分かるのかなと思います。まあ、僕もランク戦打率は4割5分から5割をね、あのずーっとさまよってる感じなんで、あんまりそんな打たないんですけど、実際このまとめ動画でね、13打席ぐらいで9安打ぐらいしてるのかな、はい、ってところで何割だろうね、7割8割とか打ってますんで、うん、めちゃめちゃ打ちやすいのは分かるかなと思います。では千賀投手のご紹介していきましょう。過去との比較というところでは、個人的にはこのシリーズ1のものをね使ってたんですけれども、大きく変わったところが、まずフォークが S に変わったところ、まあ、そこはまあ大きく変わんないとは思うんですが、スラーブとスプリームですね、こちらの変化量アップ、まあ、一応球威もアップしてるっていうところが一番注目だと思います。まあ、球速も1キロアップしてますし、最新は変化量3にね、スラーブとスプリームが変わっております。でさらにこの通常版だとタイピンチがあるということで、この発動時はこのねスラーブとかがね、かなり今までとは違って使える球種になるのかなという印象です。なので個人的にも、ね、選択契約書で、ね、千賀投手未所持だったらもう第一優先で取りたかったのかなというふうに考えておりました。過去と比べてもね、最強なのかなと思ってます。まあ、一応今までは2シーム C バージョンね、こちらの2019シリーズ2のものがやはり一番曲がる2シームだったっていうところがありますので、まあ、このフォークもね、この時期も S ですしね、こちらをスピ開放して使い続けてる方もいたと思うんですが、まあ、過去バージョンのね、これだと特にスラーブが全然曲がんないんですよね。まあ、正直スラーブ、スロースライダーに関してはもうない球種みたいな感じだったので、正直まあ縦変化だけ意識する、まあツーシームとストレート投げ分けが強いっていう印象ではありました。ただやはりこれで最新バージョンは横変化ががっつりつくっていうところがね、スラーブスプリームあるので、縦だけじゃなくて横の変化も注意しなきゃいけないっていうところが非常に厄介なのかなっていうところで、まあスプリッツの高くなるっていうところ、まあ相手でね来たら、正直最新の方が来たら嫌だなと個人的にも思うので、継承はどのシリーズ持ってる方でもいいんじゃないのかなと僕は今のところは思っております。それでは過去バージョンとの比較をね、打者目線で見ていきましょう。こちらがシリーズ1エキサイティングのものになっております。まあ、模擬戦だと通常オーダー設定したものと対戦ができるんで、そちらで見せております。まあ、変化量とか、まずこちらのものを覚えておいてください。大きく変わったのがスラブとスプリームというところで、そちらをちょっと重点的に見ていきましょう。まあ、正直このぐらいの変化だとあんまり脅威じゃないのかなっていう印象で、まあ、実際使ってくる人もあんまいないので、今まではあんまり気にしてる球種ではなかったってところでは個人的にあります。スプリームもまあツーシームと変化量そんなに大きく変わんないので、まあタイミングずらされてカウントと取られるっていうことはね、引っ張りファウルとかであったりしたのあったんですけども、まあって感じかな。はい。なんだまあまあって。はい。で、こちらが最新のものになっております。スラブ。まあ、アニバのね、タイピンなしの状態でもこのぐらいの変化量がありますと。まあ、普通に追い込んでからボール球に投げるのはね、結構、タイピンなしでも全然ありぐらいなものですかね。やっぱまっすぐ速いんで、ある程度通用するとは思うんですけど、やっぱタイピン状態だと、より曲がるんで、いや、ぜひともね、他の投手よりも、より、この違いは出るので通常版で取ってほしいなって思いますね。やっぱり大会ルールだと変化球もねスピード速くなって、より横変化が強くなるんで、それによって、まあ、スラブそしてカットボールとかもね逆に生きてきたりとか、もしくは他の球種ですね、速い球もスラブマークしてると厳しいとかね、いうこともできてくるかなと思います。でこちらがスプリーム、通常のタイピンなしの変化量になっております。ツーシームだとこれギリボールなのかな、まあ、ギリボールのところから一応スプリームだったらストライクに入れるぐらいは曲がるのかなとは思います。これも同じくですね、この辺のコースとか、ね、コンピューターなんですけど、これいいところに投げてくれましたね。こんな感じの
変化量をしてるんで、これも厄介な球種になるのかなと思います。でこれがタイピン状態のスプリームとなってます。まあ、こう外なんですけど、普通にストライクからしっかりと曲がってボールにね曲がってるのがわかるかなと思います。まあ、これがあることによって、まあ、左バッターはあのインコースからねボールに投げたりとかする球が結構有効かな。あとはこの外からこのちょっともっと低めのストライクからボールになるアウトコースのところとか結構使えるのかなとか思ったりします。こういうね、はい、この同じ視点からおそらくスラーブだったらこれボールにできると思うんで、ここでね、あの今の甘めのツーシームとかがよりねあの強くなるっていう効果もあるんじゃないのかなと思っております。あとはまあ流し見でタイピン状態の軌道をご覧ください。これも手が出づらそう。シンプルにねツーシームも変化量がでかくなるんで、単純に球が速くて脅威なピッチャーなのかなと思いました。ではラスト、ランク戦で最新の千賀投手を使ってみた動画を見せていきながら補足の情報をね話をしていこうかなと思っております。スプリームとスラブちょっと意識的に使ってみたものなんで、まあ、ざっくりとねイメージにしてもらえばなと思ってます。やっぱり未所持の方は、ぜひともね本シリーズリアタイ好きな方は絶対取ってほしいなと思う選手です。まあ、一番の理由はやはりメジャー移籍が濃厚というところですね。まあ、そうなると来年からはワールドスターでしか獲得できない選手になりまして、ワールドスターだとシステム的にどうしても確実にゲットできるようなガチャではないので、リスクがあるっていうところでは今のうちに 100% 取れるシステムのガチャとかがあるんだったら取るべきなのかなと思ってます。まあ、特にねあのワールドスター、まあ、あの外れてももう一人が強かったらいいじゃんっていうかねありますけれども、まあ、もしその組み合わせが自分にとってあまり良くなかった場合はよりねリスク高い60連して全然補強にならなかったっていう可能性もあるガチャなので、確実性は大事なのかなと思ってます。で今後の獲得手段としてはアニバーサリーもしくは選択契約書付き福袋で、まあ、スパークガチャが出たらねあり得るのかなっていうところと、ワールドベストナインタイトルホルダーちょっとどうなのかな、正直まあタイトル的に山本投手取りすぎちゃったんで出ないかもしれないかな。まあ、出たとしてもそれも正直ねセレクトミキサーで取るっていうのもコスパ悪いと思うので、まあ、基本はアニバカ選択福袋ですね。で選択福袋は一応、まあ、11月登場して、まあ、2月3月にももう一回例年などに一応あるので、まあ、時期遅くなるんですけど、まあ、ずっと使うことを考えたら一応そこでも獲得手段はあるので、まあ、そこも考えてあの11月のアニバと選択福袋ね誰を確定枠で選ぶのかっていうところ は考えてみるといいのかなと思います。でこれタイピンのスラブですね。これめっちゃボールなんですけど、これも振ってくれたんで相手の打率4割ぐらいの方かな。はい、初対戦だと思うんですけども、まあやっぱね左バッターあのボールはこれから使えるのかな。今まで全然あのスラブ投げてなかったんですけど、この変化量だったらねあそこバンバン投げたいなって思いますね。でそうするとそこを意識 しっかりするとよりこの速いちょっと甘めなストレートツーシームとかが生きるのかなと思うので、あれはねぜひとも使っていただきたいなと思います。まあなんか最後ちょっと打たれちゃったんですけど打たれとるやんけって話なんですけどね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、あのぜひともね最新版強いので獲得していただければなと思っております。では以上です。無課金向け動画をまた作っていきます。よかったらチャンネル登録グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。